テレビドア本505シリーズでのセンサーカメラ VLCX500X の登録手順をご紹介いたします。登録は4ステップになります。ステップ1、ルーターとセンサーカメラの LAN 配線の接続。センサーカメラの LAN 配線をルーターの LAN ポートに接続します。ステップ2、ドアホン親機とルーター、Wi-Fi の接続。ドアホン親機のトップメニューから設定、情報、設定を変更。画面右下の下三角、ネットワークの設定、無線 LAN 接続をタッチします。手動設定、サーチして接続をタッチします。接続可能な無線 LAN ルーターのアクセスポイントが一覧表示されます。表示されたご自宅のネットワーク名をタッチします。次へをタッチします。ご自宅の無線 LAN ルーターのセキュリティキーを入力して次へをタッチします。モニター親機の画面に接続しましたと表示されたら完了です。トップメニューの右上に無線 LAN マークが表示されます。ステップ3、ドアホン親機にセンサーカメラを登録。トップメニューのお知らせをタッチします。センサーカメラを登録するをタッチします。センサーカメラ1をタッチします。決定をタッチします。登録完了が表示されたら完了です。了解をタッチします。ステップ4、接続テスト。モニターボタンからカメラの映像確認ができます。ドアホン親機の画面でカメラ映像が確認できます。パナソニック